わけねえだろ。そんだから稼げねえんだ。何言ってんだこいつみたいな。普通にあるから、必殺足りないね。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。こんにちは、あおです。今回はですね、はい、副業で挫折する人の特徴5選ということでお話をしていこうかなというふうに思います。はい。企業独立で挫折する人の特徴っていうのは前ちょっと喋ったかなというふうに思うんだけど、副業で挫折しちゃう人の特徴っていうのは喋ってないんで、そこをね、お話していこうかなというふうに思います。どんどんいきます。1個目なんですけど、今まで成功した経験が多い人、これ意外と挫折するんですよね。高学歴。いい企業に入ってますっていう人がアフィリエイトに参入しますとか、もしくは SNS でフォロワー伸ばして PR やるのに挑戦しますとかやると意外と挫折するんですよ。これなんでなんだろうね。あーちゃんの周りもいない？そういう人います。友達の彼氏がアフィリエイトでもやるかって参入して挫折してました。その人は結構学歴高い人なの？東大とかだった気がします。あ、なんで俺がこんな泥臭いことをやらなきゃいけないんだみたいな。あ、それはあるかもしれないね。いやこれね、多分だけど期待値と実態の乖離に耐えられないってパターン結構あると思ってて、はい、例えばさ、アフィリエイトとか SNS の発信って何でもそうなんだけど、結果が出るのに時間がかかるのよ。どうしても答えを自分で見つけていかなきゃいけないような作業でもあったりするのね。ってなった時に、今まで勉強が得意な人って、例えば教科書読んだ時の記憶するのが早いとか、答えがある問題を解決しやすいっていうのが特性としてありますと。それに対して基本的にどんなに上手い人であっても1ヶ月とかの時間はかかるみたいなもので、かつ改善が必要なものとかだと、あれ俺ちゃんとやってるはずなのに結果が出ないし、改善も答えがないからわからないみたいな感じになって挫折していくのかなみたいな。はいはい。今までだったらさ、結局答えを覚えたらいいものだったり、答えがあるものっていうのはパパパってできるから、1日とかあったら理解できたりとか、1日とかあったら点数上げたりするんだけど、 SNS の世界とか副業の世界ってそういうわけじゃないじゃん。だから逆にスキル系だったらめっちゃ早かったりするのよ。動画編集を学んで案件取るまではめっちゃ早いけど、 SNS 伸ばすのはすごい大変みたいな。逆に意外と学歴ない人とかの方がバズったりするし、これ副業で挫折する人の特徴あるあるです。必死さが足りない気がします。あ、必死さ足りないねSNS 結構ちゃんと成功する人って、もう俺にはこれしかないとか、やっぱ頑張り続けられるので、バズる印象なんですけど、ね、SNS 伸びなかったとしても Google 行けばいいかみたいな人は伸びないよねGoogle 行った方がいいです。お次、結果が出てない人同士で慣れ合っている。おー、面白いですね。これもね、挫折するんですよ。僕が運よく大学生の時から収益を立てることができたのは、収益を立ててる人たちから話を聞いたからなんだよ。昔ですね、ブログカレッジっていうオンラインサロンがあって、はい、そこにはですね、月に今2、30万の収益を得てるブロガーたちがいっぱいいたわけなんですよね。当時の2、30万って今でいう月1000万プレイヤーぐらいの希少価値があった人たちなので、はいはいはい、そういう人らに話を聞けて、その人らはこういうことやってるよみたいなのを教えてもらえたのはでかかったよね。ブログ始めたてですみたいな人がさ、どんなに議論して、このリンクじゃないみたいな、デザインじゃないみたいなこと言ってもさ、根本的にこの文章って売れんやろみたいな感じになったらもう終わりなわけですよ。でもそれに気づけてないパターンってすごく多くて、僕もブログやった時に自分では完璧だと思ってたし、大学の友達とかに見てもらっても、いやこんな頑張って書いてるんだから絶対結果出るよとか言って、でもそのブログカレッジのメンバーのトップ系で80とか稼いでる人から話を聞くと、いやいや売れんってみたいな、実績ない大学生が、しかも売ってないじゃん何にもみたいな、そもそもみたいな、どうやって稼ぐのみたいな。結果出てない人同士の狙いはやめた方がいいですね。あお、うん、ちゃんもさ、序盤で結構結果出してる人に話聞きに行ったよね。序盤すごかったですね。どうしたのあれ、どういう気の迷い？結構コンサルの誘いが多くてですね、結構高額な DM とかで、で電話でクロージングかけられるみたいな、普通に怖かったので、リアルだった方がいいかなという。なるほどね。感じで、だから結構身の丈に合わないぐらい上の人に会ってた気がしますね。そうだよね。ブログ始めたけなのに。だって何にも稼ぐ前に僕と桃鉄してたもんね。そうですね。つてでね、はい、すごかったよね。本当に何も稼いなかったよね、あれ。ライターあの時代って。パン屋さん。パン屋さん。パン屋さんで僕の家に桃鉄しに来るのやばくない？その、多分数ヶ月後にライターを始めたんだよね。多分そんぐらいの時期で、ね。その数ヶ月後にインスタを始めたんだよね。はい、行動力ですね。ちゃんと結果出てる人に話を聞きに行くっていうのが大事だよと。それができないと挫折するよ、普通にっていうところですね。3つ目。はい。これもうベタだけど勉強してない。うん、本買うのもケチってたりとかしちゃうと、まあきついよねっていう。無料情報だけでなんとかなるって思ってる人結構多いし、無料情報も充実してきたんだけど、まあ、やっぱりそれだけだときついよねっていう。冷静に考えてみてほしいんだけど、無料で話さんやろっていう、自分が稼いでる情報を。普通に、冷静に考えるとね。よくさ、有料で稼ぎ方教えます系には注意みたいな。なぜなら自分が稼いでる方法を他人に教えますかみたいな。というけどさ、無料の方が教えないよねみたいな。わかる？稼ぎ方教えます有料での方が筋は通るのよ。無料で教えますより。だってさ、あおちゃんがインスタグラム
ムの収益候補教えますってもさ、あおちゃん個人で100アカウントとか作るのは無理なわけじゃん。じゃあ100人に5万円もらって教えた方がいいよねみたいな感じになるから、うん、そこは市場の原理としてあるわけですよ。私の場合特に分かりやすいですよね、うん、売れに売り上げインスタで出すのは無理です。無理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 。私あとあれが怖いですね。自分が持ってるノウハウの一部を無料で公開するわけじゃないですか、うん、私だったら割と少ないフォロワーでも収益化する方法の一部を喋ってるんですよ。でももっと多いフォロワー数で戦ってこうみたいな派もいるじゃないですか。あ、いるね、とか固定で戦ってこう、はい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 、それぞれの無料情報を得るとぐちゃぐちゃなノウハウになってしまうんですよ。それはそうだね。だからそれだったら一人師匠を決めて、うん、まあ、その人のノウハウを最後まで学んだ方が、まあ、身になるんじゃないかなっていう。だってある人はさ、これを隠し味に入れるとフレンチめっちゃうまくなるよこれを隠し味に入れると中華はこっちうまくなるよって言ってるのをさ、ごちゃごちゃに集めて隠し全部入れたらバッツーみたいなとんでもないことになる。そう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 、マジで注意した方がいいね、無料情報には。無料情報結構間違ってたりもするからね。何言ってんだこいつみたいなのを感じることって普通にあるから、 Twitter とかでもさ、バトルとかたまに起きんじゃん。何も言わないけどきついよそれみたいな、うん、結構あるから厳しいよねっていうところではあるかな。4つ目、シンプルに量が足りない。うん、副業いろんな言い方があるじゃないですか。1日5分で大丈夫とか、うん、なんてねえだろそうだから稼げねえんだ。ちゃんと大変ですよね。ちゃんと大変、ちゃんとしんどいし、ちゃんと大変だけどちゃんと稼げるって感じ、うん、そんなイメージです、うん、あとインスタとか YouTube とかは最初半年は収益が出ないよっていう前提で始めないと、うん、やっぱり厳しいものがあるんですね、うん、やっぱすぐ稼げる系に踊らされちゃダメだよね。今さ、知り合いからこんな風なコンサルするよみたいなの来たんだけどどう思う、はい、みたいな連絡があって、うんうん、コンサル担当側がね、広告で俺のコンサルに興味ある人を取ってくるから無料でクロージング業務をやってくれ、で売れたらいくらかバックするよ、で俺が広告費払うからお前は赤字にならないでいけるよみたいな感じなんだけど、これも結局無料で使われてるだけじゃねみたいな。だってこの人がさ、人を雇って時給で出した方がいいって考えてるんだったらそっちを選ぶだろうしさ、楽に稼げる、だって広告費も出さなくていいしクロージングするだけでお金もらえるんだって言うけどさ、いや成約率が悪いから結局そうなってるんだよねみたいな感じだし、だから楽に稼げる原因は本当に注意した方がいいです。最後5つ目、収益構造を理解していない。どういう風にしてお金が入ってくるのかを理解してない人って結構多くて、例えば SNS で5万フォロワーいる人イコール稼いでるんじゃないかとか、逆に言うと300フォロワーの人イコール稼いでないんじゃないかみたいなと思っちゃったりするんだよね。でも300フォロワーの人でも、例えば不動産の営業をそこでしてて、濃い不動産に興味ある富裕層リストが300人いて、フォロワーが全部それでなったら結構稼げてたりするわけ。そこから月1件さ、2億の不動産が売れるだけで売り上げ2億だからね、すごいですね。でも5万フォロワーの人でも全然マネタイズしてなかったりすると全然稼げてないよねっていう風になるので、収益構造をちゃんと理解してない人っていうのは結構きつい。フォロワーを増やしたのになんでみたいな、あんなに頑張ったのにみたいな感じで接していくんですよね。多いでしょ周りで。多いですね。そのパターンは僕の周りでもめちゃくちゃ多いんですよ。だから本当にどういう構造でマネタイズできてるのか、どういうフローでお金に変わっていってるのっていうのはしっかり見た方がいいですね。そんな収益構造をしっかり理解したかったら、各インフルエンサーがどんな流れでお客さんを獲得していってるのかっていうのを見るべきですね。僕だったら YouTube で発信して最後に LINE マガジンに誘導してるんですよ。LINE マガジンの中でどんな LINE が送られて、どういう風な商品がどんなタイミングでオファーされてくるのかっていうのをリサーチしていくとめちゃくちゃいいと思います。だからこそ概要欄にあるね LINE マガジンぜひ登録してみてほしいんですけど、はい、普通に勉強になると思います。僕特典訴求とかもしてるんですけど、普段資本主義攻略の裏マニュアルっていうのをプレゼントしてますよ。スライド枚数126枚、動画数80分ですよとか、他にもね、売上ゼロの大学生が売上10億の社長になるまで満額したものをプレゼントしますよとか言って引きつけて、そしてコラムで起業するとこんないいことがあるよとか、起業してうまくいった人事例ってこんなのがあるよみたいなのを訴求していって、でそのためにはこんなことが必要だからこれを学ぼうねって言って商品売ってる。この一連の流れを LINE マガジン登録するだけで見れるんで、僕のも含めていろんな人の登録して、あおちゃんのも Twitter の方から LINE マガジン飛べるんで、はい、ぜひやってみてくれればいいかなと思っております。ということで概要欄の LINE マガジンさっき説明したんで割愛するんですが、はい、登録してみてください。今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。